こんにちは、マスです。今日はゴールドと財政破綻っていう話です。よく国の借金が1000兆円あって、国民一人当たりに換算すると800何万ですよって報道されますけど、こういうことを意識して金を買う人もいるんです。財政破綻のリスクヘッジとして金を買うっていうことです。そもそもこのニュース自体が間違えていて、財務省自身も財政破綻しないって言ってるんですけど、多かれ少なかれみんな信じてるんです。一般の投資の素人だけではなくて、投資のプロも間違えてるんです。本気でプロも財政破綻するかもしれないって思ってるんです。ですので、個人的には財政破綻しないって思っていても、金を買うときには財政破綻するかもしれないって思って買うしかないんです。二重人格になって買うしかないんですよ。シンコロだってそうですよね。私はシンコロは怖くないって思ってるんですけど、皆さんが怖いって思ってるんで、そちらの行動原理に流されちゃうんですよ。多少ですけど。金の投資も同じで、財政破綻派の行動原理に従って金を買わないとダメってことなんです。ですので、こういうニュースが出た時にはきちんと反応しないとダメなんです。アメリカの財政赤字、20年度は過去最悪330兆円、前年度の3倍強と。こういうニュースが出ると財政破綻するんじゃないかってみんな本気で思ってるんで、それに従って私も反応してるっていう感じです。こういうふうに財政赤字が大きくなると、ムーディーズなんかの格付け会社が国債の格付けを下げるんですけど、格付け会社って結構いい加減なんです。適当なんです。日本の財務省はこういう格付け会社のいい加減さに対して反論してるんですけど、例えばこういう文書を公開してます。外国格付け会社宛て意見書要旨。記者による日本国債の格付けについては、当方としては日本経済の強固なファンダメンタルズを考えると、すでに低すぎ、さらなる格下げは根拠を欠くと考えてますと。そしてちょっと省略して、従って以下の諸点に関し、記者の考え方を具体的、定量的に、明らかにされたい。1、日米など先進国の自国通貨建て国債のデフォルトは考えられない。デフォルトとしていかなる事態を想定しているのか。よくぞ言えたもんだな、財務省。日本国民に向かってデフォルトしないって言いなさいよ。わざわざ御用学者を使って財政破綻するって思わせて、消費税を上げるってことをやってるんです。逆に日本国民としての私ではなくて、金の投資家としての私から見ると、財務省ありがとうってなるんですよ。だってね、消費税が上がれば金の価格もその分上がるんですよ。 5% 上がれば金の価格も 5% 上がるんです。もちろん日本国民の私としての立場の方が断然大きいんですけど、なんでかというと、消費税が上がっちゃうと日本が終わっちゃうからです。金の価格がたとえ 1g 5万円いっても、日本が終わっていたら意味がないんですよ。そして2つ目として財務省はこう言ってます。日本は世界最大の貯蓄超大国ですと。そして低金利で安定的に消化されてますと。そして世界最大の経常黒字国、債権国であり、外貨準備も世界最高と。余裕で大丈夫ですよって言ってるんですけど、国内向けには大丈夫じゃないですよって言ってるんです。矛盾しちゃってるんですよ。ですので、金の投資をする際には、もしかしたら財政破綻するかもしれないっていう思いでやんないとダメです。財政破綻しなくてもです。先週の21日にアメリカの10年国債の利回りが一時 0.86% ぐらいまで上がったんですけど、これは投資家がアメリカの財政がちょっと良くないなと思って上がったんだと思います。
財政状況が良くないって思ってるから利回りがちょっと上がったわけですので、金にとってはいい情報ですよね。普通は国債の利回りが上がると金は下がるんですけど、利回りが上がってもこれは良くない利回りの上昇ですから金が上がったっていうことだと思います。経済の状況が良くてインフレを抑えないといけないから金利が上がっているっていう状況とは違いますよね。こういう金利の上昇だったら金は下がるんです。こういうふうに自動的に反応するんで、財政破綻するかしないかの前にこういう行動原理で動かないとダメってことです。ですので個人的な判断は置いといて、金融経済がどう判断しているのか、これだけ見てください。何回も言いますけど、財政破綻はしないんだけど、財政破綻するかもしれないっていう思いでやってくださいってことです。自分は財政破綻しないんだよと思って、そういう前提でポジション取っても大きな資金に飲まれて終わりです。では今回はこれで以上になります。ご視聴ありがとうございました。